戦国武将紀行山内和豊、ここはですね、和豊公が、関ヶ原の恩賞でですね、東軍に属していましたので家康方ということで大活躍したと、遠州掛川からですね、高知土佐一国を賜ったと、まさに一国一城の主と、出身は山内家はみんな尾張なんですけども、こちらのですね四国の元は長宗我部氏が国主でしたけども、国主大名としてですね一国を預かるという形でですね入城したと。で最初にこの浦戸に城をどうやら築いたようなんですけども、ちょっと手狭というかちょっとあまりにも海に突き出ていてですねその海運だけを考えたらいいんでしょうけども、これから落ち着いて城下町を作ろうという時にですねちょっとこの要害堅固な山は必要ないと、またこんなところにあまりにも立派な天守を建てたらですね、さすがに山内和豊っていう方がいかに家康公から信頼されていたとは言ってはですね、徳川幕府としてですね一応外様大名なんでこんなところにどでかい天守を建てられたら、ちょっと他に示しがつかないと、いうことでですね、山内家としても、ここに長くいるつもりはなかったようなんですけど、周りの地形をいろいろ見たりしてですね、ちょっと城下町を作るにはどうかなと、港町を海運は恵まれてますからもちろん港町を作るには全然問題ないと思うんですけど、これからそれこそね江戸時代、天下太平ということですから、これから、土台作りをしていこうという時にちょっと手狭というかその場所がよろしくないということで、それで今の高知城ですよね、そちらの方にですね、移ったと、移ったというか そちらを築いたと。で移ったわけなんですけども、こちらはそんなに在城も長くなくて、本格的なですね、ここに城下町を形成しようとするつもりはなかったようなんですよ。ちょっとよく分かりませんけど、いずれにしてもですね何か問題があってというよりも、新たな、高知城を作るまでの期間ですね、ここに本拠を置いたという形になります。でもここにいてもですねまだまだ土佐というところはですねまず人が落ち着かないと、新しい領主をですねニコニコしてお迎えはしないという土地柄ですから、まずは反発勢力が出てしまい、一気ではないんですけど、ちょっと最初からですね山内家に全ての人間が従うということでもなかったんですよ。ですから多少その山内勝豊の、先行著しい、関ヶ原等の合戦、その他のですね、歴史の有志なんですけども、このやっぱり民政というか、民をまとめて城下町を作るというのはまた別な仕事ですから、槍を振り回すのとはちょっと違いますんでね、ここはですね、家臣たちの力を協力を得てですね、これから行うわけなんですけども、ちょっとその十分に地固めができてなかったということで、いきなり入ってきて自分が領主だの藩主だのって言ってもですねなかなか認められないという形になりますので、ここから何年かかかってですね、今の高知城に対してですね、行ったわけですけども、築城を命じたわけですけども、それまでの期間在城していたと、そういう場所になります。山内和豊公、土佐、浦戸城でした。